とっても、上下すごい真っ白いから。そうですね。うん。で、でも、ところどころにバタフライがいる。バタフライが飛んでいるんだけど、またカラフルなバタフライが、こう、ファーファーってちょっと飛んでますけど。そうなんですよね。で、白上下で、はい。スウェットでいらっしゃって。はい。で、靴もなんか今日はね、白い感じで、はい。いらっしゃったんで、なんか、コンセプトがあるのかなと思って、ファッション。ないです、ないです、ないです。ないです。あ、寝る格好というか。そうなんです。ああ、そういう方で寝られてそうでするんですね。ね。あんまり、合わないじゃないですか。ん？スタッフさんと。そうだね。週に1回しか会えないもんね。そう。うん。でも、ほとんどね、誰ともお会いしないので、すいませんと。あ、今週もあまり誰ともお会いしてないんですか？ああ、もうお会いしてないですね。お仕事の方は、忙しくなかったですか、今週は。お仕事なんていうものはあったんですかね。いや、あったんですよ。いやいやいや、見てるでしょ、皆さん。それはいろんなところで、あったオクラのかことね。言うんですなと思うんんかあっですけど。たような気もしますけども。あ、そうですか。もうそういうレベルですよ。体感としてはそんなにお忙しい感じではなかった。ないですね。あ、ゆうくんどうですか？僕はまあまあ地方でライブやらせてもらったりとか、はいはいはい、今日も幕張の方からちょっとこの現場に入らせてもらって。忙しいっすね。いやいや、まあ、いいっすね、忙しいってことじゃないですけど。いや、忙しいって一番いいことですよ。いや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 。まあ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 、なんか、大倉君、ね。なんか、聞くところによると、はい、はい、事件が起こった大事なお知らせがあるとかっていうことを聞いたんですけど。ありますね。うん、どうしたんですか、今週、あります。どうしたの？早速その話聞かせてもらえるんですか？いいんすか？さ、うん。ない、最近なかったんですけど、ね。そうで、いつも番組の最後にね、ね、大倉くんと僕から、つってお知らせってそうそうやるときは、ね、大倉くんは大丈夫って言って、そうそう、間に合ってます。元気ですだって言うと、そういうお知らせしかなかったけど。間に合ってますって書かれるっていうの。お知らせ間に合ってるって。あるんですよ。どうしたの？座椅子が壊れました。大事件じゃないの？大事件でしょ。あんなに大事にしてたのに。あんなに大事にしてた座椅子が。あんなに座ってたのに。あんなに大事にしてたあいつが。あいつが。あいつがよ。うん。壊れちゃったの。家でドラマ見てたんですよ。あら、うんうんうん。ね、いつ頃ですか？もう、先週ぐらいですかね。はいはいはい。突然ですよ。突然。パッて見てて。うん。で、思いっきり持たれるじゃないですか、座椅子。うん。ね、うん、持たれるもんじゃないですか。そうだよね。ってなってたら、うん、いきなり、ガチャーンって、斜め、ね、70度ぐらいになったんですかね。うんうん、に持たれてたのが、いきなりゼロになったんですよ。で、足も全部、バーンって上がって。ワンダーコア失敗した人じゃなくて。そう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 。ブローンってなっちゃったんだ。一人で、ね、一人で。一人で。わあ、大変。誰か見てくれてたら笑ってるよ。笑ってるよ。笑ってくれるよ。なるよね。そうだね。一人でよ。ガーンってなって、もうなんかコントみたいにガチャーンって足も上がって。ちょっと待てよと。俺もう起き上がる気にもなって。お前、今かと。もっとタイミングあったやろとか思いながら、うんうんうん、壊れてしまいまして。壊れちゃったんだ。普通だからガチャガチャガチャって戻るわけじゃないですか、うん、座椅子ってね、うん、それがもう何にも言うこと聞かなくなりまして、戻んなくなっちゃったんだ。はい、完全に分厚いカーペットみたいな。本気で寝るときだけはじゃあまだ使える感じ、ね、使えるんですけどね。座るっていうことはコロコロまでかけてね。すっごい大事にしてたんですよ。中の骨はちょっとずつ、じゃああれだと、きしんでたんだ。きしんでたんですよ。悲しくてね。ずっと支え続けてくれてたんだ。そうですよ。このラジオでもね、こう、ネタにしてもらい、うん。そうだよね。あいつにとってはいい人生でしたよ。人生どれぐらいの長さだったんですかね。なあ、もう数ヶ月でしたね。あ、短いですね。短いですね。酷使しすぎたんですかね、僕は。酷使しすぎた。やっぱ使いすぎたのかな。使いすぎってよくないですよね。なんかやっぱり、ちょうどいい加減があるんですよね。そうなの？ずっと座り続けるって、ね、あいつも想像してなかったと思うんですよ。俺が、まあ、いくらなんでもね、そう、お忙しくされてる方でしょうし。届いた時にね、お前そこまで座るかと。うん、やったーでしょ。なんなら、もう、座椅子の世界の中で、お前当たりだよって。お前あいつよくテレビ出てる人だからって。あ、よかったなって。お前長生きするよみたいな、トイストーリーの世界みたいな感じで。なかなか座らないよみたいな。仕事忙しいんだからさって。そうだよ。ところが毎日座る、座る。大変だよって言って。大変だよ。支えられないよ。支えられないよ、バカーンって。
コロコロはかけてくれるけどみたいな。そんなことあります。痛いよって言ってたの。痛いよってずっと言ってたの。もう耐えられないよって言って。あーって倒れちゃった。前兆はあったんですよ。前兆あったんだ。うん、ちょっとね、調子悪いみたいな。あー、変な音聞こえるみたいな。いや、なんかね、あの、そうそうそう。あの、ゼロにもするわけですよ、一応ね。あ、寝るときみたいな。うん、こうドラマ見てて眠くなって、うん、ああいいね、寝ちゃってる時があるわけですよ、うん、寝ちゃってる時には、うんうん、あもう無理せずゼロで寝ようと、うんうん、ゼロになった時に、うん、次にこうまた70に上げる時に上がらないから、うんうん、あれこれおかしいなって、うんうん、でちょうど半分のところをクイッとちょっと10センチぐらい上げたら、うん、カチャッって言うんですよ、おでそれで70度ぐらい上がるんですよ、上がるんだ、用意途中からなったんですよね、うんうん、あれがなんかお前そろそろやぞっていう悲鳴だったんでしょうね。そうかそうか、はい、ベッドに行かないんだね、その時は。やっぱ寝る時はそのまま、うん、うん、それ もう一緒に過ごしてみましょう、あの寝る時も俺で寝るんだみたいな材質がいやでも俺から離れてくれないんだよみたいな、離れてくれないんだよ、寝る時も一緒なんだって喜んでくれたんですよ。あ、喜んでくれたんだ、そう、でもいつも一緒だもんね。そうでもやっぱダメでした ね、こんなに大倉くんに寄り添ってもらった存在は他にないんじゃないかってぐらいね、いないですね。材質にはずっと寄り添ってて、はい、数ヶ月間のお付き合いでしたけど、人生でなかったですね、ここまで寄り添ってくれる人は。寄り添いすぎてちょっと壊れちゃったっていう。だからもうなんか一緒ですよね、うん、人間関係もね、全部。あやっぱちょっと格言みたいな。いや格言じゃないですよ、やっぱ。教えてくれるんですか、今週も僕らに。求めすぎたらダメですよね。あ、求めすぎると良くない。良くない。人間関係も、うん、財質も、うん、与えるもんだと。財質に財質に何を何をお与えになるんですか。愛です、愛です。愛を。愛です。財質にも愛を与える。愛のままに。愛のままに。愛のままに。あ、わがままに。わがままに。僕は君だけを傷つけない。傷つけたんや。傷つけた。そこの替え歌やめて。ごめんなさい。傷つけた結果なんよ今。そうか。うん、じゃあ今どうなさってるんですか。そのドラマ見るにしてもね、眠い時でもそんだけ座椅子にこうこだわって来られた大倉くんがです。さよならしました。え、もう座椅子に完全にさよならしたんですか。はい、どうするんですか。もうプライベートがだいぶ変わられるんじゃないんですか。座椅子もういないです。財産もいない。いないです。どうなさって、リビングではどんな生活をするんですか。リビングで生活できないんじゃないんですか。洗濯物が、50センチぐらい溜まってたソファーを片付けまして、ソファーに座ってます。ああ、本来はあるべき場所に。なるほど。これをいい機会に。いるべき場所に。ソファーあったんですね。ソファーあるんですけど。ソファーあるんですけど。そうですね。うん、洗ったもん全部ソファーにボンボン投げてたんですよ。ああ、それ俺もよくやります。でも、ポンっていうレベルじゃなくて、うんもう20キロぐらいのレベルで、うんうんうん、ベーンって投げたんですよ、なんか分からんけど気持ちいいんですよ。それはなんか分かります。俺もやる。これ共感する人いるんじゃないか。いるかな。ソファーが結局座れなくなるぐらいってやるね、うん、やるよね。もう今も帰ったらそうです。僕そうなんか、うん、椅子とかあったらさ、ジャケットかけちゃうで、うん、かけちゃう。それ、うん、上にどんどんかけていっちゃうかけちゃう。椅子倒れるぐらいまで。倒れたことまでは、そんな重いの？そんな重くなるまでやってる、ね、全部椅子倒れちゃうじゃん。ね、10着ぐらいかけたら倒れるね。座椅子の次は今度ソファーがじゃあ倒れちゃうかもわかんないですね。ソファーは大丈夫です。ソファー大丈夫ですか？大丈夫です。あと、そう、洗濯も溜めないように。溜めないようにして。うん、でもそう言ってくれたのかもね。あ、座椅子がね。うん。もう俺はいなくなるけども。大丈夫かと。お前、俺に甘えてたんじゃないかと。そうね。うん。ドラえもんみたいな。どんどん部屋汚くなってるぞ。うん。でだからそのソファーのも全部畳みまして一人で、うんうん、もうすごい時間かかりましたよ。ああでもやったんですね。やりました。おお、じゃあ座椅子は悲しいお別れでしたけども、はい、それを機に大倉君の部屋が少しこう綺麗になられて、だからソファーと戦ったんでしょうね。お前は何だと。新入りで ソファーとソファーもう10年ぐらい一緒ですから、うん、ああじゃあもうフル株というか、なんならもう 主みたいなもんじゃないですか。主です。大倉部屋の主。それなのになんか洗濯物ばっかり乗せられて。俺は何なんだろうと。10年間。ずっと一緒にいるんだと。この、忠義と一緒にいるのに。そう。俺はもうこの有様だと。お前は数ヶ月でいいなとずっと一緒にいて。寝食共にしてきたと。
すごいね。なぜ新入りのお前に抜かされなきゃいけないんだと、うんうんうん、っていうなんかそういうのもあったのかもしれないですね。すごいね。結局はだから元さやに戻ったみたいなことです。ああ元さや。なるほど。やっぱソファーが一番。やっぱお前だったみたいな。お前だった、うんうんうん、片付けて座ってみたらお前気持ちいいなやっぱりって、うん、なるほど。お前だっていうことを気づくためにちょっと浮気しちゃったんだみたいなことですか。まあ浮気は止まってなかったですけどね。人生経験みたいな。やってみなきゃ分かんないじゃんみたいな。そうそうそう。結局、うん、そうね。もうじゃあ座椅子は変われないですか。座椅子はね、うん、もうじゃあ卒業されたって悲しいよね別れが。ああ買い始めた時はいいけどみたいなことですか。そうですそうです。いつか別れがやってくるのが、はい、いいんです。いいんですけど、うんうんうん、結局はそういう風になってしまうのであればもういいかなと、うんうんうん、だから超高級座椅子みたいな、うん、壊れないみたいな、あ人がいれば、人、人、財布みたいな紹介していただきたい。ああそうだね。ぜひぜひこの番組の中でも、そうそうそう、絶対壊れない財布っていうのを知ってる方いらっしゃれば、いやもう知ってる方がいたらね、なんならもう俺ですって言ってこうじね立候補してくるかも。いいですよそれでも。僕は壊れないって言ってくるかも。いやもうそれも会社がもう言ってくれてもいいです。うん、ね。私の会社の財布は。財布は壊れませんよ。って言ってくれてもいいです。ね、それももう全部買えますから。うん、絶対に壊れない座椅子と絶対に壊す大倉くんみたいな、そのいいね、それ縦方向みたいな、ここ縦か。それもう全部爆買いしますから俺。座椅子だらけみたいな。いやーそれはちょっとドキュメンタリーみたいにね、ちょっと終わせてもらって、うん、まあラジオで、ラジオで伝えていくしかないけど。いやいや、うん、カメラは本当にやめてください。プライベートは絶対見せたくない。じゃあもう音だけでね、はい、伝えていくということでね。それでは今週もそろそろ行ってみましょう。俺やってリポートサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。改めましてこんばんは、人の話は適当に聞き流してその間に相手を騙す、あ、悪だくみをしている関ジャニ∞の適当クズ野郎やったわ。適当クズ野郎って言っちゃった。自己紹介がひどすぎるこれ。一応 J やぞ。本当だよ、適当クズ野郎はないでしょ。そして What's up? Push your hands up!ヤシブの YT ことユー高橋でーす。俺らようラジオできとる。本当だよ。よくない。台本確認すべきだ。これやる前、話す前に。完全に今言わされちゃった。よう1年続いてるわ。大倉君はクズ野郎じゃないですよ。いや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 、ね。いつも愛についてね、ちゃんと名言を残してくださってますから。ヤシブの YT ことユー高橋。そうそうそう。これ最近こっちの感じ言ってるから。で結局このあの文言に関してはもう全く薄っぺらいですよね。何の意味合いもない。そうだね。今初めて聞いてる人は俺がなんだかまだ分かんないもん。何やっけ、手あげろって。プッシュヘンズアップっつってるから。What's up っつって。ヤシブの YT ってなんだよな。渋谷の高橋言うてる。いつも渋谷にいるわけじゃないんだけどね。全然ヤシブの YT たまにいるけどね。たまにいるけどそんなにいないぞって。そうそう、たまに行ってるだけだから。俺も忙しいぞっつって。まあまあまあ、自分で撒いた種なんだけどね。はい、さて、毎週土曜日の夜に男2人が集まって生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組。今週もラジオの前の君からメールで今週1週間の失敗談、やっちまった話を大募集します。新しいクラス、職場、バイト先や部活での失敗談、彼氏、彼女、家族とのトラブル、楽しいはずのお花見の席での揉め事などなど、君のやっちまった話待ってます。同じ内容のメールは1人1通で OK、メールにはやっちまったエピソードと今聞きたい曲のリクエスト、そして詳しい話を電話で聞かせてほしいので、今連絡のつく電話番号を書いて送ってきてください。番組のメールアドレスは ot@allnightnippon.com ot@allnightnippon.com です。電話でやっちまった話を聞かせてくれた人には番組グッズのジョコビッチと大倉くんの適当な相槌とドヤ顔で言う割に全く心に響かない薄ペラ名言をプレゼント。やめろ。すごい名言ぞ。君のやっちまった話待ってます。はい、1曲目僕が選びました。はい、はい、財政に、財政に捧げんねやな、これは。財政に捧げんの。はい。よっぽど愛してたんだね。ね、よっぽど、そうそう、これラブソングですからね。あ、ラブソングなんだ。はい、エド・シーランで、シンキング、シンキング・アウト・ラウド。Ladies and gentlemen、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。
さてメールが届いております、はい、愛知県清須市で聞いてくれてるしおちゃん15歳、はい、私はこの春から高校生になりました。そして私の夢の一つが高校で大倉くんと高橋くんのリスナー仲間を作ることです。ですがまだまだクラスの仲間にも慣れていなくてなかなか話しかける勇気が出ませんというメッセージなんですけど、まず、うん、レディコやね。あ、レディコね。レディコの普及活動や、ね、あ、レディコをまず、はい、ダウンロードしようと、はい、まずみんなスマホ持ってるでしょと、はい、レディコダウンロードしてレディコいいよってで夜の11時半土曜日は、はい、レディコ聞いてみたいな。もうだからもう、うん、レディコをダウンロードした時点で、うん、もう食いついてくれるんじゃないですか、うん、あ、我々の番組に、はい、そうだというよね、うん、まあレディコももちろんなんですけども、変だなーって、え、変な番組だなーって思ってくるすごいね。財津が喋り出す番組ですからね。そうそうそう、よくわかんないね。ソファ10年のソファーとね、うん、新米の財津が戦った話とか聞きますからね。なんか変な話してんなみたいなすごい世界観の番組が始まったなみたいなね。こうやって学校とかでこの番組を聞いてくれる人を、増やしてくれるのは我々にとってもとってもありがたいことだと、うん、でただ何かきっかけがないとラジオ聞いてって言いにくい気持ちもわかる。なるほど、うん、そこで新生活が始まって環境の変わるこの季節、我が番組ではラジオ好きの友達を増やしてもらうためこんなキャンペーンを行います。題していきなり生電話でグレープ丸ごとジョコビッチプレゼントそんな余ってんの？大量に作ってたんじゃない？普段は電話でやっちまった話を聞かせてくれた人にしかプレゼントしてない番組グッズのジョコビッチを久々に大放出するこのキャンペーン、うん、参加の方法を説明するとまずはラジオの前の君が、学校、職場や部活、バイト先、あるいは塾や予備校、寮などで友達に声をかけこの番組を聞いてくれる3人以上のグループを作ってください。おでグループを作るための期間は2週間おそしてグループができたら、リーダーがメールに、グループ全員の名前と全員の再来週4月23日の放送中連絡がつく電話番号おう、うん、さらに、グループが普段どんな仲間なのかうん、どうやって声をかけたのかなども書いてメールで、送ってください、はい、そして応募してくれた人の中から再来週4月23日の放送中アポなしで生電話おグループのうち2人がちゃんと聞いてくれてた証拠として番組の中で発表する合言葉を言えたら、うん、グループ全員にジョコビッチをプレゼントします、うん、OK これがルールです、うん、めちゃくちゃやん、うんまあ、要はだから、まあ、再来週まで時間はあるので、うん、その最中に、まあ、クラスだったらクラス、うん、寮だったら寮、職場だったら職場で、大倉くんと高橋くんっていうラジオ番組あるんだけど、一緒に聞かないみたいな風にして、うん、で、グループそれ何人か作って、うん、なんだと、それこそね、なんかこう、プライベートで LINE とかと連動してもいいんじゃないですか。そういうグループを作ったりなんかして。LINE? うん、その人たちがね、勝手にね、うん。で、やって、で、大倉くんと高橋くんの LINE 作ってもらって、流出とか言わないの。はい、まだ冷めやってない。そういう感じ芸能界はあそう、ふつふつしてると思うよ。あそうそうそうで3人以上ですからグループはね。そうね、つけてもらってその代表者がこう応募してくれればいいってことですか、うん、はい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 、はい、でアポなし電話ってことは、まあ、またここに電話機置いて、うん、大倉君がかけるんじゃないですか、うん、あそういうことか。間違い電話したよね俺ら。間違い電話、一番最初のアポなし電話で間違い電話したからね。そうね全然分かってない男の人が出てたからね。結局どなただったんだっていうね名前聞いたら違いますとか言われてあすいませんとか聞いたよね遅いけど頑張ってねみたいなこのキャンペーン今から応募は受け付けますが2週間あるから焦らなくて OK、うん、じっくり声をかけてください。なるほど、このキャンペーンへのメールは、うん、件名のところに「丸ごとジョコビッチ」略して「丸ジョコ」と書いて送ってください。もうかわいい。番組のメールアドレスは OT アットマークオールナイトニッポンドットコム OT アットマークオールナイトニッポンドットコム。はい、待ってます。ということでございました。はいはい。だから再来週結構すごいことをやるんですよ。まず丸ジョコね。丸ジョコ。へえ。そうそうそう。まあこれ言っていいかどうか分かんないけどね、そのジョコビッチ来るのすごい時間かかったじゃん。高橋君、うん、で時間かかった割にまだ150個ぐらいあるんだっていやそれでかオールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。メール来てます。はい。福岡県、福岡市南区で聞いてくれている21歳ココさんからいただきました。女性の方です。はい。私が使っている座椅子は10年故障なしです。座椅子あるあるとしては、あの倒れる
段階をやりすぎると壊れやすいみたいですよ。だって。ああ、なるほどね。うん、あの、あ、壊れない。倒れる段階だ。ごめん、間違えた。カチャカチャカチャってやつを、うん。あれをやりすぎるとダメってことか。まあ、やりすぎるとって、あれがね、ザイスの結構いいところであって。うん、そうだよね。うん、やりすぎるなって言われてもなんかね。うん、違う、それは違うから。財産を持ってる人たちのなんかね、うん、あのこだわりの話、ね、こだわりね、それだってカチャカチャやらないんだったら椅子でいいやん。そりゃそうだ、そう、その通りだ、それがプラ君のおっしゃる通りです、ね、そうそう、それじゃないから財産を選んでるわけでね。そうだよね、うん、まあ、でもカチャカチャしたいな、カチャカチャしたいな、カチャカチャしたいなと思ってらっしゃるわけ。カチャカチャしたいなって。まあでももう財産から卒業されたということになりますか、ね、卒業っていうのはまたちょっと違うかもしれないですよね。卒業とは違う、うん、また買うかも分かんない、分かんないですし、うんうん、まあ、だからいい人がいればっていうことですよ。いい出会いがあればいい出会いがあればもちろんそうですよ、うん、そうですね、はい、うん、なんかメールがまだ結構財政に当てられてきてるんです、はいはい、鹿児島県薩摩仙台市で聞いてくれてる16歳のシシャモパスポートという方から来てます、うん、さっきのソファーの話めっちゃわかります。私の家は4人家族で、自分の洗濯物は自分で畳むルールで、畳む前のものはソファーに置いています。いい、ね、でも父と兄がずっと置いているので、溜まりっぱなしでソファーにはここ数ヶ月座っていませんので。家族で住んでさえそうなるんだね。そうなんや、そういうルールあるかと思ってた。お母さんが怒ったりしないんだね。ねえ、ね、それこそ娘さんもいるんだったらね、うん、誰かがやってあげるってこともしないんだね。そしてそうなのよね。なんなんやろね、その共同生活って大変だね。大変よ、一人だったらさ、だってだらしなくてもさ、うん、まあ、別にいいじゃん、もうそれ、うん、もう汚くてもいいし、うん、もうソファを汚しているところを人に見られながらでも片付けない自分を見られるって、そう、なんかすごい恥ずかしくない？恥ずかしいし、うん、まあでもそれが家族ってもんなのかね。そうなのかな。だってね、共同生活だったら大倉くんバターンって倒れるとこ笑ってくれる人もいたかもしれないけど。いやいや、そうよね。いや、もうどうせなら笑ってほしいよ。聞いただけでも面白い話だったのに。そう。みんな想像したと思うよ。ドリフみたいなな。雷様みたいなね。あの最後の高木ブーさんがドトーンって落ちるみたいな。そうそうそう。見てよ、みたいな、逆に。回しててよ、みたいな。なんかこう、グラスとかね、お酒とかこう持ってなくてよかったよね、と思って、本当に。いや、本当そうですよ。持ってたらバタンって倒れて、バシャーンだからね。うん、いや、どうせならそれぐらいやりたかったよね。一人で。人でカメラも回ってないのに。バシャーンってなって、もう、うん、情けないわ、言うてシャワー浴びたかまあ、なんか笑いだけで言うと、そういうちょっと持って話す人もいそうなもんですけどね。まあね、まあまあまあ、そこは本当にあったことをしっかり聞けて。いや、本当にあったんですよ、うん、まあ、そのカチャカチャをじゃああんまりしない、もし次買うとしたらカチャカチャあんまり使わずに、うん、そうですよね、ってことなのかな。まあそうなりますよね、うん、だあのゆうくんはもし仕事がない時っていうことになると、うんうん、お風呂ってどれぐらい入りますか？お風呂、はい、僕はね、あの結構長風呂しますね。お風呂に本持ってったりするから。1日1回絶対入る。入ります。1日2回とか入っちゃうかも。1日2回、うん、仕事なくても。仕事ないかったら余計に2回入るかも。余計に、うん、お風呂大好きなんですよ。あ、そうなんですか。ええ、なんか半身浴したり、はいはいはい、あのもう本当に全身浸かるのも好きなんで。うん、ええ、なんでですか。まあまあ、だから質問にお答えすると、まあ 40-50分は普通に入ったりします。僕 40-50分入る。仕事がなければね。はい、ちなみにその、あの、関ジャニ∞のね、もうアイドルでいらっしゃる大倉忠義さんはどれぐらいなんですか？いや、どれぐらいというよりも、ちょっとアンケート取りたいなっていうことなんですけども。アンケート？はいはいはい。もう人にね、どうなんだろうって。どれぐらい入るもんなんだろう。いや、その、忠義先輩は、どうなんですか？いや、僕はまあ、その、はっきりしたことは言わないですけどね。あんたそれ。みんなどうなのかなって。だってでも僕がお話ししたことに対してちょっと驚かれてたようなんで、なんか違いますか？1日に2回っていうのはちょっと多いですか？うん、お仕事の時はもちろん入ります。ああ、お仕事の時はもちろん朝夜入りますか？もちろん。そうですよね。まず朝入ってで目覚まして、はいはいはい、で仕事行って、なんならね、ちょっとこ う, そ う, そうヘアメイクされたりとね、髪セットされたりとか洗い流さないといけませんから、夜も入ります、ね、ワックスとかスプレーとかついてるから。じゃあ仕事ない日はどうなんですか？僕仕事ない日でもついてないから何も。いやいや何もついてないよ。どういうことだろう。いや、ワックスとかスタイリング剤がね。あ、スタイリング剤はそうですね。まあ普段はついてないですよね。ついてないですよね。ええええ。まあでもそれでもやっぱりっていうことですよ。
人間はね、そういうことですよ。大きく言うとね。そうですか、大きく言うと。大きく言うだけ言わせてください。そなんか、その、な、3日間例えば仕事がなかったとしたら。はいはいはい。それ、まあ、3日間、そのスタイリング剤はついてませんね。ついてないですよね。うん。そういった時の、立石先輩はどうなさいますか？いやいや。どうします ?3 日、もし、オフやったら。ねえ。どうします？いやいやいや、僕。どう過ごします？いや、僕なんかだと、3日間お仕事休みだったら温泉行きますもん。はい、なんなら。そんぐらい好きなんですよ、僕。温泉に行く。温泉行きますね。あのね、そもそも僕、お湯に浸かるっていう意味がわかんないんですよ。だからそっかそっか。だから温泉に行っても、ありがたみがわからないというか。なるほど、なるほど。もちろんその気持ちというか。あまあなんかそういう人と僕何回か出会ったことあるんですけど、はい、あれですよ、アメリカ人みたいな、その海外の方って、浸からずにこうシャワーだけで済ませるとかあるじゃないですか。まあまあそっちの方向かもしれないですね。じゃあシャワーでやれてるんだ。アメリカ人とかイギリス人とかそういうことでしょ。そうですね。うん、やっぱ、例えば先輩ぐらいになると。英語圏の人。英語圏の方々の3日オフだったら、じゃあやっぱ、例えばスパイセンは、そのもう、浸からずとも、シャワーだ。まあ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 。まあ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 ってな。何なんですか？どう急に。最長、例えばじゃあ、どれぐらいで聞いたらいいんだろうね。まあ3日間だとして、何仮に、はい、仮にですよ、はいはいはい。ちょっと大げさな聞き方になっちゃいますけど。はいはいはい、1週間、ね、1週間、その、まあ、オフ、あったとしましょう。はいはいはい、まあ、ないでしょ。現実的じゃないかもしれません。まあ、1週間。ねえ、そりゃアイドルでらっしゃる、その、いやいや、まあ、失敗戦に1週間のオフなんてなかなかないかもしれないです。1週間以上はもうないですよね。この番組やってる時点で、ね。そうですよね。うん、だ例えば、まあ、じゃあ1週間、あったとして、オフが、うん。そういう場合は、やっぱり、ただし失敗戦はお風呂にはうう、それはもう、例えば、アフリカに行ってるとかってことですか？いやいやいや、いや、都内で大丈夫です。全然、全然、まあまあまあ、この文明、日本の文明があるところで大丈夫です。あ、日本の感じですか。まあ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 、どうなんでしょうね。なんでそこ濁すのか。すごい濁されますけど。僕だったらもう、なんならね、箱根だとか、ね。行きますか。湯布院とか、湯布院あたり行ってみたいんですよ、僕。湯布院とかね。いろんな聞きますよ、ね、風呂にもね、砂風呂があったりとか。うん、砂風呂あと天然温泉とか。天然の砂風呂。ありますから。何ですか、砂風呂って。砂浴びるんですか。いや、なんかもう砂にもなんか、なんならちょっと埋められて、パッと目結構ヘンテコリンな感じで顔だけ出したりとかして。うざいですね。うざい。うざい。ありますからね。砂に埋められるのとちょっとうざい。そう、汗がすごい出て、まあ、また、なんか、いいんですよ。体に血行が良くなったりとか。ああ、そういうことか。サウナ効果がある。サウナ効果があったり。まあ、岩盤浴とかもありますね。サウナ大好きっす。あ、サウナお好きなんですか？はい。あ、一週間オフだったらじゃあ、立石パイセンはじゃあ、サウナに入る。まあ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 、もし、行くならサウナですかね。行くなら？いや、あのね、温泉に行っても、ええ、使っても、ええ、5分耐えられないんですよ。まあまあ、でも、まあそういう方たまにいらっしゃいますよね。僕は。熱い熱い熱いってなる。いや、まあ、いらっしゃると思う、そういう方も。はいはいはい。じっとしてられないとかね。そう。わかりますわかります。じゃあ、やっぱ5分ぐらい。1週間オフがあれば、ご自宅にお風呂はございますよね。ありますね。ありますか？あります。ああ、それはそうですよね。あります。じゃあ、もう、お湯ためで、湯船に浸かるのはどれぐらいの感じなんですか？最近いつ湯船に浸かられました？湯船には浸からないです。あ、湯船には浸かられです。浸からないです。だって、温泉でそんなになるんですから。じゃあもうやっぱ。温泉じゃないんだもん。なるほど。うん。今日、じゃあ今年何回ぐらい湯船に浸かられました？もう数回ですよね。数回。やっぱその英語圏の方々の生活ですね。そうです、そうです、そうです。じゃあシャワーを浴びられると。うん、はっ！ってなりますから。あれなんか、はっ！ああ、なんか聞いたことある感じのギャグっぽくなりましたけど。いや、藤井隆さんじゃないですか。藤井隆さん。全然違う。そっちじゃない。ここで聞くんだ。ここでそんな歌です。そうですか。はい、そんな歌そんな歌じゃないよ。なんかちょっと新しい一面が見れて嬉しかった。いやまたゆっくり今度この話。俺この歌大好きし。ありがとうございます。じゃあちょっと曲の方聴いていただきたいと思います。はい、高橋優運命の人。オールナイトニッポンサタデースペシャル大倉くんと高橋くん。なんかね、さっき発表した、はい、マルジョコに対して質問がすごい来てて、お
ラジオネームコノアさん、うん、3人以上のグループって自分を含めて3人以上ですか、それとも自分を抜いて3人以上ですかって書いてあるんですけど、はい、これ自分入れて3人で OK です。あ、そうなんですね。はい、もうどんどん答えていきますか。はい、石川県で聞いてくれてる桜の木の下15歳、丸ジョコキャンペーンは新しい友達3人限定ですかっていう質問なんだけど、うん、今までラジオ聞いてない人だったら OK。 ほうほうほう、うん、だから あの新しい友達じゃなくてもいいよ。だから逆にどんなグループでもいいわけだから、うん、あの新しい今例えば15歳の桜の木の下が新高校1年生って書いてあるんだけど、うん、中学校の時の友達でグループ組んだっていいってことだよね。ああそういうことか、うん、でだから聞いてない人を誘うっていうことが条件。まあだから一時的にでもいいんですよね。そうだね、うん、その日聞いてくれれば、うんうん、逆にそこからまたなんか新たな友情も始まるかも分かんない、うん、遠距離でもいいんだって。あそうか、そうそうそう、電話でつなぐのは結構その日俺らすっごいプレッシャーよね。えもっといっぱい増えるわけじゃないですか、リスナーの方が。そうだね。でそれでなんかまた聞こうって思わせなきゃいけないみたいなプレッシャーやから、まあ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 、まあ、ちょっと俺それ乗り気じゃないな。いや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 、まあまあそう言わずに先輩そこはまあ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 ね、ちゃんと受け負いますからね。怖い、いいっすか、一緒に頑張りましょう。そこはいいっすか。いやもちろんもちろん、全部任せていいっすか。いや全部っていうか、それ2人の大倉君と高橋君なんで、もちろんね。でも頑張りましょう。その日だけなんか高橋君でいいですか。いやいやいや、一言も喋んないの。いやいや、もう笑います、すごい。ああ、それもでもそれ も嬉しいですし、話すこと全部笑う。いやいや、大倉君と話したいですやめて、怖い、なんかその嘘笑いみたいなやめて大倉君と話したいですって、みんなで、ちなみに丸ジョコは、うん、あ、表記ね、うん、丸がひらがな、はい、ジョコがカタカナで丸ジョコだそうです。丸ひらがな、ジョコカタカナで丸ジョコと書いてくださいということで。なるほど。遠距離の友達 OK、 自分含めて3人以上ということだそうです。ここでということで、もしもし、ガリガリ君みたいなこと、違うか、もしもし、おところ、お名前、年齢どうぞ。値上げしたからね。はい。宮城県上郡、コウタ、15歳、高校1年生です。何や、いきなり。二人で話してたのに、はい。いや、いきなりじゃないよ。ちゃんとこっちから振ったんですよ。いきなり入ってきた。どうしたらびっくりしたやん。コウタくん。コウタくん。はい。あ、はい、高校1年生っておっしゃったかな、今。はい。じゃあ入学式とかもう終わった？終わりました。おー、どう？新生活は。高校生活は。なんか、友達作ったりするのが大変なんですけど、うん、とりあえず僕は、ステータスがちょっと、漫画の登場人物みたいなんです。何言ってんの？何言ってんの？何日目？あ、どういうこと？うん、昨日が2日目だったんですけど、うん、おー、僕が1年の1組の1番で学級委員長なんです。1年1組の学級委員長。あ、もう学級委員とか決まんだ。あ、はい、学級委員と保健委員はすぐに決めろというのがあって、うん、なんで勝手に決まったのなんで勝手に光太くんなったの。1年の1組の1番だから決まったの。あ、いえ、それはたまたまで、でも学級委員長がやりたかったんで。じゃあ、ね、あ、希望したんだ、自ら。ねえ、その、あの、機械みたいな人だけど。はい、いやいやいや、おい、話の仕方ないんでしょ、コウタ君。どうした、どうした、うん。いやいや、緊張してるのか。緊張してる、コウタ君。いえ。コウタ君。はい。はい。コウタ君、コウタ君、いいよ。いいよ、コウタ君、そのままでいいよ。大丈夫だよ。緊張してるかな、シリと喋ってるみたい。はい、僕は、緊張というより、うん。あの、前から緊張してないのに緊張してるねってよく言われます。いいキャラやな。いいキャラだよ、いい。え、シリじゃない、ね、ありがとうございます。シリじゃない、シリは。シリじゃない。男性バージョンにしたシリ。え、コウタくん、この番組はさ、いつから聞いてくれてるの？あ、最初からですね。あ、はい。もうじゃあ、ほぼ1年間。福山さんの頃からです。あ、福山さんの頃から。あ、土曜日のこの時間はラジオ聞いてくれてるってことね。はいはい、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。一、はい、年間聞いてくれてんねんじゃ。そうかそうか、一年間聞いてくれて、そして晴れて高校1年生で生徒会長になったコウタ君、はい。あ、生徒会じゃない、学級委員長か。はい、うん。はい、そうです。で、何をやっちまったの？あ、はい。うん。僕、田舎の中学校から都会の高校に進学をしたんですけど、うん、都会の空気に馴染めなくてやっちまいました。うん、あら。
やっちまいました。はい、と。いいか。うん、なんか教員ビデオのなんかちゃんとナレーションみたいな。いいよね。いいよね。なんかいやすごいなんか明快じゃん。うん。うん、なんかありがとうございます。いやいや。はっきり言うな、うん。ありがとうございますよ、はい。はっきり言う。いいよ。いいいいいい。こういったと。狙ってるわけじゃないだろうけど。いや狙ってないからいいのね。ね日本放送のスタジオ爆笑だよ今。みんな笑ってるわ。いいね。なに、田舎から都会に。ありがとうございます。いやいやいや、どこで言うのお前。はいよ。それ、なに、田舎から。ずっとそれ繰り返して、うん。田舎から都会の高校に来てやっちまった。はい。うん。ね、どんな、どんな？え、今、都会にいるの？はい。あ、それは、はい、ない。え、今、あ、宮城の中で、都心に行ったってことなんや。はいあそうです 仙台とかの方に行ったってこと？中心街に。あ、そんなところです。そんなところに行ったんだ。うんうん、そこ、うん、ニコさんか。さっき上郡って言ってたけど、上郡に今お住まいで、はい、上郡が田舎の方なの？はい、上郡の中でも、そこそこ田舎の方ですね。あ、に、のお住まいだったんだけど、今や都会の高校に行かれて。はい。で、朝車で10分ほどです。朝車で何分って言った？朝40分です。40分あ、じゃあだいぶ移動するね。はい。うん。峠港だけでじゃあ80分かかる。1時間20分かかるね。だいぶ、ね、そうですね。うん、そっかそっか。そうですね。仮眠を取りたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、何言ってんの寝るなどういうこと寝るな仮眠軍のだけにってことああごめんごめん。通学中にです。あ、そうか。あ、通学中に、うん、はい。仮眠を取りたいはい。ちょっと寝て。車ってどういうこと自分で運転していってんのいやいや、それまだ無理でしょ。まだ無理じゃない ?15 歳って。お父さんに送っていってもらいます。お父さんだね。そうか、そうか。帰りもお父さんはい、そうです。そっかそっか。あの、父の会社が近くにあるので。ああ、そっか。ああか上郡の、何、田舎の方にお父さんの会社があるの、はい、都会の方でしょ都会の方にあるの学校の近くにあるってことよね。学校の近くにあるんだ。あ、はい、そうですね。そっか、そうですか。学校の近くです。わかりました。はい。本年何をやっちまったの何をやっちまったのそうそうですね。僕のいた田舎なんですけど、はい、すごくあったかくて、なんか地域の人みんなが家族みたいなんですね。はいはい、いいじゃない。それで、うん、いつも自転車で学校行くときとか、うん、地域の人に、おはようございますって挨拶したり、うん、友達にも、うん、一人一人に挨拶してたんです。僕、挨拶が好きで。あなた、おねえ、うん、おねえじゃないよね。僕、挨拶が好きですか。すいません。すいませんじゃない。言われるんですけど、違います。あ、違うよね。はい、そういう風に言われるの嫌いです。嫌いですか嫌いか。ほら、怒らしちゃったよ。大倉くん。すいません。こうたくんのこと怒らしちゃったな。ごめんね。ごめんな、こうたくん。それ結構言われてんねん。怒らしちゃったみたいで。確率で言われてんねんけど。ちょっと、ごめんごめん。言われてうちの大倉くんが失礼なこと言っちゃすいませんでした。はい、いや、俺も言われるからさ。じゃあ、話の続き聞いてもいいかい、はい、こちらこそすいません。いやいや、ええねん。ええねん。お前、謝んね。もういいんだよ。もう怒ってないかいこうたくん。いやいや、ネタで言うてんねん。ええねん、謝んはい、大丈夫です。いや、大丈夫ですか。そうかそうか。深刻なら謝んよかったよかった。じゃあ話の続きをお聞かせいただけますか、はい、はい。それで都会の高校に行ったんですけど、うん、お父さんの会社の近くで降りて少し歩くん、なんか電波悪い電波悪い電波悪いな、うん、もう一回言って今のところもう一回言って、お父さんの会社で降りて、うん、少し歩いて、うん、はい、その途中ですれ違う人たちに全員に挨拶をしようと思ってたんですけど、うん、ちょっと人が多いので一人一人に挨拶するのが大変で、うん、それに挨拶をしても無視されることが多くてすごく傷ついていて、なんかこのまま挨拶を全員にするのをやめた方がいいのかなって思っちゃったりするんです。うん、やめたら、いや、はい、え、待って待って、やっちまった話っつうのは、え、それやっちまってるの、それと、うん、それから、教室に入った時にも、うん、友達に挨拶しようと思って、うんうん、クラスにいる人たちに向かって、うん、おはようって元気に言ったんですけど、うん、みんなに、まだみんな知らない人なので、無視されてしまって、うん、クラスでも少し浮いた存在になってしまったんです。まあでも、気持ちいいけどね、そうやって言ってくれる人、ね。そうだと思う。でもさ、そうですか、うん、そうですか、うん、コータはさ、ありがとうございます。コータはさ、お姉なの、はい、違います。いやー、こ
こう言われる。コウタ大丈夫、気分悪くて。大嫌いです。あ、ほら、また、コウタのこと怒られちゃって、ごめんな、コウタ。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。失礼なこと言っちゃったみたいだね、今ね。そうそうそう。ごめんね。うん。そのそうか。こっちは別に悪気ないからさ、お姉の人もね、すごい、面白い人たくさんいるしさ、そうそう、そういう方の人なのかなって思っただけだから、こっちは。ごめんね。なんで、それさ、なんで道行く人にみんなね、挨拶しようと思うの？挨拶をした方が、そして返された方がすごく気持ちいいじゃないですか、朝から。まあね、そうだね。知らん人でも、はい、それから、しなかったら、なんか、後から罪悪感に襲われるんです。あ、それはいけない。真面目なのかな？それはいけない。挨拶しなかったら罪悪感に襲われちゃうんだもん。それはもういいよ、それは。それはもう罪悪感にはね。罪悪感良くないわ。良くないよ、それ。それは挨拶した方がいいんじゃない、はい、街中の人に挨拶した方がいいんじゃないか、うん、俺らはどうしたいのそれ。出た出た出た。そっちで何とかしてくれって言っちゃう。うん、俺らに解決方法を求めてるわけ、はい、はい、そうです。そうかこれ難しい。これは難しい話だと思うよ、意外と。どうすればもう気持ちよくってこと？はい。だから、そうです、結局はみんながコウタ君みたいな人じゃないってことよ。あ、はい、素敵。いや、そうじゃない？そうだよ。みんなが同じ価値観じゃないってことよ。うん。挨拶に関しての。はい。だから、そうですね。だから、こうたくんはその挨拶して、知らん人でも返してくれて気持ちいいと思うけども、知らん人から挨拶されたらちょっと怖いって思う人もおるかもしれんってことじゃない？あ、そうですね。ただ、それも、なんか、気持ちいいよね、その考えは。そうだね、誰とでもその挨拶をするっていうのは、うん、今や失われた考え方だと思うんだけど、うん、こうたくんの考え自体はとっても素敵だと思うの、はい、俺は、うん、ありがとうございます。いい全然いいんだけど、どうした？ただ大倉くんの本当おっしゃる通りで、今やそういう風に挨拶したらさ、はい、なんか変な人って見られたりすんのさ。はい、うん、特に都会だとさ、やっぱなんか疑心暗鬼の人も多いしね、街を歩いてるだけでこうビクビクしてる人って、はい、こう壁作ってきてる人ばっかりだからさ、こうたくんみたいにこうオープンで生きようとする人が怖いのさ。はい、修学旅行の時も大変でした。何があった？何があった？東京来たの？修学旅行でも、うん、東京でいろんな人に挨拶をしようとしたんですけど、うんうんうん、本当に人が多いのと、うん、みんなにすごい白い目で見られて、うん、すごく恥ずかしかったです。いや、そりゃそうやろ。うこの人のさ、全部に挨拶しようと思ったら大変やで。うん、大変でした。いや、大変でした。そうそう。5分で諦めました。いやいや、諦める気持ちもあるわけだ。それでも、後からすごい後悔しました。やっぱそうなんだ、ね。罪悪感に襲われんやな。はい、個人的には、うん、高橋的な考えで言うと、はい、2つに1つだと思ってて、はい、1つは、はい、もう、通すっていう、もうこの光沢。まあそうよね。俺これすごいもったいないと思う。いい心がけだと思うの、はい、挨拶するとかっていうのは。うんうん、なんだけど、まあいかんせんその大倉くんの言ってることはめっちゃ当たってて、うん、やっぱあの、変な人が近づいてくるのも良くないじゃん、光沢に対してさ。光沢ただ挨拶しただけなのにさ、うん、なんだこいつって言って、ウェーってやられるのも嫌でしょ。はい。だから、その二つに一つのもう一個は、やっぱちょっと伺う、はい、力を身につけるってやつだよね。ああ、なるほど、ね。そう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 。だからいろんな人がいるんだっていうのはさ、大きい社会に出ていけばどん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 多分出会うと思うから。はい。だから周りのクラスの人たちもこうたくんと出会ってちょっと衝撃受けてる人もいると思うんだよ。クラスの中で急にでかい声で挨拶してきたやついたって帰って親とかに喋ってんじゃない？みんな、もしかしたら。そうですね。そう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 。でもこうたくんもさ、諦めたりとか、白い目で見られてるっていう、うん、その客観的な、はい、あの、心が、多分知らず知らず植え付けられてるから、はい、その、挨拶しなかった罪悪感と、その白い目で見られることへの恐怖とで、天秤取って、天秤にかけて、バランスを取っていくってことだと思う。わかりました。うん。挨拶したらいいことだと思うよ、俺。とりあえず、サラリーマンで早歩きをしている人と、自転車に乗っている人に対しては控えたいと思います。お前もう答え決まってたやんけ。おい、どういうことやねん。ちょっと待てよ、お前。今考えました。違う、今考えました。今考えたんか？ほんまか？頭の回転早いんでね、こうたはね。早いな。いや、もう貫いたらいいんじゃない？もう政治家とかになれば。はい、そうだよね。はい、もう選挙カーとかに乗ってさ。うん、そう。はい。もうなんか、おはようございますって、みんなそう選挙運動してるやん。うん。
そうですね。そう、どこだっけ、どっかの地域でさ、うん、海外だったと思うんだけど、うん、ただ公園でずっと挨拶だけし続けた人が、はい、もう街の、なんていうの、もう名物みたいになったみたいな話、はい、なんかで見たことない？いや、名物おじさんっているのよ。駅前で、すごいですね、なんか、頑張れとかって言ってる人いる。いるよね。ニュースで見て。そうそうそう。で、それも、やり続ければ、はい、うん、あの、はい、周りが変わるんだよね。そう。そう。その人は変わらずやり続けただけなのに、はい、周りがどんどん挨拶するようになったり、はい、その人がいないと逆にすごい寂しくなったりとか、はい、あんのよ。だから、なんか、はい、やり始めは何でもやっぱびっくりされたり、こう、拒まれたり、嫌われたりするかもしんないけど、こうたくんのその、なんか、キャラってとっても俺は大事だと思う。だからなんか消さないでほしいと思うの。うん、そう、個性、はい、個性やと思うよ。そうそう。はい。うん。じゃあちょっとね、最後は、大倉くんと挨拶してもらおうか。はい、大倉くん、 おばんです。は？はい。え？な、なに？おばんですって言いました。おばんです？宮城の方言でこんばんはっていう意味です。あ、そうかそうか、それ分からんからもう、はい、分かってたら返せるのに。ゆうくんは分かりましたか？俺分かってたよ。あ、ありがとうございます。おばんですって言うよね。あ、はい、そういうことなんや。うん、まあでもほら、こうた、今でもこれ勉強になったでしょ？いろんなリアクション返ってくるから。やっぱ、はい、ね。そうそうそう。はい。なんか言う、そのこうたのキャラを大事にしながらも、ちょっとこう、はい、伺って。ゆうくんに挨拶してみていいか、ほら。それ分かってるから、ゆうくん。うん。こうた、じゃあもう一回ちょっと俺に挨拶してみて。はい。はい、ゆうくん、おばんです。グッナイ。ありがとうございます。お前それでいいんか。コータのリクエストは、はい、バックナンバーさんの青い春です。んなんで選んだのこれ。あ、この季節青春って感じで、でも頑張りたいけど周りが気になってみたいな、そういう思いを感じました。いやー、コータはね、明るくていいもん。そうだね、自分で気づいてるかどうか分かんないけど、はい、コータね、俺確信犯だと思うよ。自分で面白いのちょっと分かって言ってる。いや、そうやね。だって俺がおばんですと、はぁって言ってもさ、別に傷ついてるよ。でも、少し緊張してるので余計ひどくなってるかもしれません。やっぱ緊張してたんじゃねえか。でも少しです。少し、あ、でも少しです。まあ、ええねん、そう。細かいこと。はい。いや、こうた、あの、1年間番組今まで聞いてくれてありがとうね。これからも聞いてね。はい。はい、じゃあ、あの、道行く人にみんな挨拶っていうのはもうこれからも続けていこうね。はい。うん、諦めんなよ。頑張ります。諦めんなよ。うん、そろそろ伊織くんの歌声聞きたいから。はい、いや、コータ、コータおやすみ、はい。おやすみなさい。あー、気持ちいい。じゃあね。おやすみなさい。はい。さようなら。さようなら。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。ララじゃんけん。ララじゃんけんっていうの。ハッピーなコーナー。自称平和主義者を名乗る僕たち二人をイライラさせることで、平和主義なのではなく嘘つきで適当なため、誰も相手にしてくれないだけなことを炙り出していくこのコーナー。やめろ。大倉チーム、高橋チームに分かれて、大倉チームには僕高橋優がイラッとしたのこと、高橋チームには大倉くんがイラッとしたのことを送ってもらい、それを一ネタずつ紹介、相手の挑発を受けても全くイラッとしなかった場合は、あ、ごめん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 、大丈夫です。今初めて俺が押しました。ごめんなさい。全然大丈夫です。逆に思わずイラッとしちゃった場合は、はい、ベルを鳴らします。はい、この音で判定していき、相手をイラッとさせられたら1ポイント獲得、先に20ポイント獲得すると相手に罰ゲームを受けさせることができます。罰ゲームは大倉くんが単純にトイレに閉じ込められる。いや、もっと面白いんですよ。いじめじゃん、単純に。うん、罰ゲーム。高橋くんが自宅の全ての電気が消えなくなる。つきっぱなしだよ。電気代寝れないわ、それ。東京電力。いやいや、現在のポーズシーズンは先週までのところ、大倉チームが6ポイント、高橋チームが6ポイントとなってるんですが、あ、同点なんだ。あ、同点な今。今週はこのポイントどこまで伸ばせるのか、はい、まずはじゃんけんで先行後攻決めましょう。ポンやめてね。くじじゃんけん。最初はグーじゃんけんチョキ。あ、勝った、負けました。先行で、じゃあ大倉チーム先行でどうぞ。徳島県阿南市シャニムニ。ある日、高橋は同棲中の彼女と、勝ったら相手に命令ができるというルールでゲームすることに。多いね、王様ゲームみたいな感じ。高橋が勝った時は、冷蔵庫からジュースを取ってきて、いや、1分間マッサージしてといった可愛らしい罰ゲームをチョイスする中、彼女の命令が、
お風呂場の排水口素手で掃除して。そうね。めっちゃ気持ちいい。あー。大丈夫。いや、大丈夫大丈夫、うん。あの髪の毛たち。そうだね。で、しかも同棲してるってことは、その子のもん、うわーってあるわけだよね、きっと、ね。そう。あと石鹸のもんとか。うん、あー、ぬめっとしてるだろう、ね。あー、そうです。素手。うんうん、そうだね。素手ですよ。にむってすんのよ。そう。大丈夫だ。だからさっきの話で言うと、多分俺結構、やっぱそういうだらしないとこあるから、はい、なんかその子にすごく迷惑をたくさんかけてそうだから、ああ、それ、そういう罰ゲームの時ぐらいはやりたいと思っちゃうかもしれない。バカったことしょうがねえなっつってやっちゃいそう。やっぱ優君人やな。ちなみに大倉先輩はその排水口の方は大丈夫ですか？いや、いや、ちょっと洪水、え、か詰まってるってことですか？え、なんか詰まってんすかあれ。あの洪水ってだってシャワー浴びてたらなんか池みたいになるんですけど。いや、それで、ね、あれなんすかあれ。それもう髪の毛詰まってるんですよ。詰まってんすかあれ。いや、もういろんなものが多分詰まってらっしゃるんですか。あ、そうなんですか。それこそそれちゃんとぬめと取らないと。あ、そういうことか。ええ、そういうことかって。あの湯船じゃないのに湯船みたいになるんですけど。入りたくもない湯船が。はい。はい、しかもシャワー浴びる方の方に。シャワー浴びる方に湯船、湯船になるんですけど。それ浸水しちゃいますよそのうち。大丈夫ですかね。いや大丈夫じゃないです。じゃないですか。じゃちゃんと取らないつもりですか。詰まってんすか。詰まってんすかあれ。え？詰まるもんないんですけどね僕。もうなんかもうくるぶしぐらいまでうわーって水浸水しません？はい、何やろこれって思いながら。いや、何やろこれって。足湯みたいなもんかな。いやいや、足湯みたいなもんかなって。誰の演出でそうなんですか？大倉くんちの風呂。大倉くんしかいないのに誰もそんなことできないでしょ。大倉くんのものが、多分すごく詰まってらっしゃるんじゃないですかね。そういうことですか。そう。足湯みたいなマンションかなと思ったんですけど。最初からそうじゃなかったでしょ、だって。まあまあ途中からですね。途中からでしょ、はい、多分しばらくの間そうじゃなかったと思いますよ。そっか。ええ、ええ。それ取らないと。あ、なんか異変なんですね、あれ。いや、異変で、異変には変わりないですけど。入れないですね。え？もうじゃあ入れないですね。いやいやいや。あ、それでなんかあんまり入られない。いや、それ、入ってないとは言ってないですよ。まあまあ、そうですよね。これからね。入れないですね。一週間オフをいただいたら何日ぐらいするの？いや、その状態やったらもう、いけないですよね。いけないってさ、同じ。バスルームに行けないですよね。いやいや、もうね、それだとやっぱりほら、ね。足湯じゃなかったんやって。足湯じゃないですよ。多分そんなに綺麗な足湯じゃなかったと思いますよ、そのやつ。いや、なんか、泡とか多分。たまにドクターフィッシュみたいな泡あるんですけど、あれ。いや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 、それドクターじゃないですよ、絶対。ドクターじゃないやつ。違うフィッシュですわ、それは。危ないフィッシュです。絶対いいやつじゃないから。そんなんすぐ髪の毛流さないと。そうか。逆に言うと髪の毛流せばすぐ解決する問題だと思いますよ。やってみますじゃあ。ええええ。そういうこと。ぜひぜひぜひ。なるほどね。だからゴミ袋もお風呂場に持って行って、はい、ちょっと一瞬嫌な思いするかもしれないけど、こうグッと取って、はい、ペタッと捨てちゃえば流れますから。はい、そんな抜けてんですかね。いやいや、髪の毛。まあまあ髪の毛でしょうね。おくらがハゲてないです。大丈夫ですか？全然全然。そうですね。そうか。まあ、大倉くんあんまり体毛はあんまりないっておっしゃってましたもんね。そうなんですよ。だから抜けるものがないんですけど。抜けるとしたら髪の毛だけってことでしょうけどね。髪の毛だけじゃないですよね。なんかしらあんのかもしれないですよね。はい、だから、なんかしらサムシング。濃いところが。サムシングサムシング。どうしたの突然。いや、俺、ルーお芝みたいな。いきなり。何かサムシング。何かサムシングがちょっと。何かサムシングってもう、そうそうそう、何か何か、うん。ちょっと詰まってしまったんじゃないかな。なるほど。それちょっとウォーターが。サムシング、サムシングのウォーターで。マックスになっちゃった。マックスになっちゃった。はい、どんだけキャラ高橋チームいきます。はい。久しぶりのこれ正攻法で攻めていきます。正攻法？正攻法でいきます。東京都練馬区にお住まいの、そのまんま右京さんからいただきました。うわ、次のやつ。付き合って5年になるラブラブな彼女の携帯の暗証番号が未だに元彼の誕生日。いや、もう絶対やわーしゃー、最悪や。そんなおイライラじゃんけんってこういうことだなと思って、ちょっといやいや最近ちょっと僕のモノマネとかさ、ちょっとそれてたなと思って。最悪やわ。でしょ。うん。でもさ、一気に暗くなった今。すごい感情移入してくれたんだね、はいはいはい、このイライラじゃんけんに。だってさ、このね、イラジャンのちょっと深いところはさ、うん、その、なんていうの？付き合って5年になっても、元彼の誕生日なんて俺ら知る機会なんてそうそうなくない？ない。ね。ない。元彼もなんかそういう、なんていうの？ウィキペディアに載ってるような有名人とかだったらさておきさ、はい、ね。知らないじゃん、俺らには、うん。なのに、なんかパパパパって、暗証番号。なんなら携帯とか見ててもさ、俺らには何なのか分かんない番号をしているわけよ。はい。でもなんか知らんけど、なんかね、07012とかさ、売ってるわけよ。ああ。そう。そう。夏に生まれたんやな。そういうこと。そういう、すごい嫌じゃない？夏にお祝いしてたんやな。なんで俺にもそうすんの？違う違う。俺も嫌だよ。違う違う違う。それ、そう、
思っちゃうでしょっていうこと。そう、俺もすっごいやきもち焼きだから、うん、そう、こんなのされてたら、うん、泣いちゃうと思う。泣いちゃうの？泣いちゃう。泣いちゃうでやったらいいよね。それでなんかすっきりしてるでしょ。いや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 、もう泣いても泣いてもだよ。泣いても泣いても止まらない。そう、開けてもくれても泣いてるんだよ俺は。夜な夜な泣いてるよ。夜な夜な泣いてるずっと。まだ変えてない、その暗証番号でも付き合いながら、彼女に背中を向けながら。めんどくせひどいひどい解決しようとしてよ、それは。ないで。なんでそれ泣き続けるの。めんどくさいって言われるのやだ。やだ大嫌い。めんどくさいって言わないで。あれ、おねえなんすか。そうやって言われるの大嫌いです。マジあいつやべえな、あいつ。あいつ爪痕残したわ、やばい。コータの爪痕残ってるわ。はい、じゃあ、先行。大嫌いです。先行クラチームどうぞ。ペンネームスナフキン。はい。いい意味で声がでかい高橋は、うん、いい意味で自らの思いを歌うシンガーソングライターだ。いい意味で秋田から札幌へ、そしていい意味で東京都上京、うん、いい意味でメジャーデビューをした高橋は、うん、いい意味で有名になり、うん、いい意味で秋田の音楽大使なんだ。いい意味でラジオやレギュラー番組で活躍の場を広め、うん、俳優デビューを果たす。ラジオで音楽の話は一切せず、うん、下ネタとモノマネだけを披露する高橋、うん、いい意味で最近調子に乗ってきた高橋は、うん、いい意味でうざい、うん、これもう俺 3行目ぐらいでもダメだったわ。俺の人生を全部なんか逆否定されたみたいな感じ。こいついい意味でうざいね。そうだね、スナフキン。スナフキンだから、うん、いい意味でっていう言葉をすごい理解したんだね、うん、理解してる。めっちゃそれつけたらもう嫌味にしかなんないみたいな。だからこういうなんか、うん、なんか理解力ある人ってモテるんでしょうね。あ、頭いいからね、会話のね。うんうん、いい意味で声がでかい高橋はまでは良かったんだけど、うん、自らの思いをね、そのシンガーソングライターでって言ったところから、もう俺もう歌ってるとこまでバカにされてる気してきたもん。いや、そうやんね。そうだね。いい意味とかじゃない。いい意味で歌を歌いとかさ、いい意味で俳優デビューとかさ、全部なんかもうバカにしようよ。そうやで。もう超イライラした俺。いい意味で飽きた。いい意味でなんて、もう一生言わないで俺にも。いい意味とか言ったらあかんよね。言ったらあかん。言ったらあかん、ね。いい意味でって言うと言わんといて。でも、いい意味でほんまに、ゆうくんの関西弁面白いよね。でも面白くないってことだもん。もう辛いわ。いいんでって言わないで。言わないで。やだ。やだ。はい。もうおねえ決定やん、それ。そうやって言われるの大嫌いです。いやいや、グレーとかね、もう黒や。さあ、高校高橋チームです。はいはい、東京都練馬区で聞いてくれている、カレーナン、23歳。ライスの。この人よく送ってくれるんですよ。ね、いいメール送ってくるんですよ、よく。これはライスの好きなの。これまず成功法でいきます。成功法って何のそれ。そうだ、あんのこれ、いきますよ、カレーナンの。うん。はい。好き嫌いがあって食べれないものがあるのを知ると、うわっ、それ人生の半分損してるわっていうやつ。あ、大丈夫です。全然大丈夫、大丈夫、全然大丈夫。マジで言うやついない、うん、おる。だから例えばさ、うん、なんか最近だとウニ食えないとかさ、はいはいはい、カキ食えないとかっていう人ってまあたまにいるじゃん、うん、そうやって言うと大抵俺よりちょっと年上の男の人とかそうやって言ったりしてんの見るのよ俺。ああいうか、そういう人苦手。苦手までいかないけど、そんな言ってやんなよって思う。あ、苦手なのしょうがないんだからさ。そこまでじゃないだろうって、ね。そう、それを苦手でも、他に美味しいものもあるでしょうに、うん。なるほど。そう、もちろんね、食べれるようにもなるかもしれないし。うん、そう、半分損してるっていうのは言い過ぎかもしれないですよね。そう。ただ俺は言う。大倉君言うっけ、そんなこと。俺そんなの聞いたことないよ。ごめん、俺言うタイプ。マジですぐ言う。人生の半分損してるなって俺聞いたことなかったわ、それ。すぐ言う。マジか。言わんといて、それ。そういうの言うのやだ。やだじゃないの。かぶせてくんなよ。半分損してるって言わないで。僕をかぶせてくんで。やだ。はい。はい。もう一回いけるって、時間的に。はい。じゃあ先行、大倉チーム。佐賀県武雄市のミュージン。高橋には彼女ができた。お、大好きだよと言えば、私も大好きと返してくれる。いいね。いつか結婚できるといいねと言えば、うん、私も早くゆうくんのお嫁さんになりたいと言ってくれる。いいじゃん。ギュッと抱きしめればギュッと抱きしめ返してくれる。いいじゃん。優しくキスすれば照れた顔で答えてくれる。ああ、いいじゃん。ある日、うん、その彼女が先にベッドで待っていてくれる。よー、いいね。ゆうくん早く来て、うん、高橋は鼓動が早まった。ちょっと意地悪したい高橋は、うん、ああ、そうせかすなよ、うん、いいね、にぎるに笑った。いいね。もうゆうくんのバカ待てない。うん、
そう言われ、高橋がベッドに近づき、掛け布団バサッとめくると、そこにいたのは、土佐犬だった。何この世界観。どういうこと。俺さっきまで何と喋ってたの。いや俺も分からない。犬と喋ってたの。いや分からない。夢ってこと。これだけ幻ってこと。全然俺も分からない。なんでこれを選んだのかも分からない。いや狐に騙されるとは言うけどさ、はいはい、土佐犬も騙してくるの。ちょっと怖めの犬もあって。そうだよね、土佐犬って凶暴っていうか喧嘩するよね。そうそうそう、刀剣で、結構な怖もてのやつ。刀剣だよね。いや喧嘩すんのその後。俺はもうそんなつもりじゃない。なんならもうバスローブとかさ、うん、タオル一枚とかでそこに行くわけじゃん。ゆうくんのものがもうガブッといくから。いや最悪じゃんそんなもん。使い物になんないじゃん。俺は土佐犬をじらしてたってこと。なんてかわいそうなやつなんだ。一人の部屋でその座椅子で倒れる人よりかわいそうじゃん。っていう声をね、ちょっと間違えちゃって。それを俺が女の子の声と勘違いしてるってこと。そうそう、ちょっと待ってよお前って。危ないじゃん俺も。幻覚見てるじゃん。パッてめくってバン。バン。バン。お前じゃねえみたいな。そう、俺が危ないわ。俺がどうにかなってる状態だぞ。土佐犬とそんなずっと喋ってんねん。土佐犬、土佐犬と会ったことないよ。それもなんか隠しカメラとか回したらすげえ危ない衝撃映像だと思うよ。衝撃映像。土佐犬と話す男みたいなさ。やだよ。飛びつかれて終わるみたいな。そうだよね。そう。もうそっから放送で使えないからさ。うん、ずっとなんか抱きしめたら抱きしめ返してくれるとか勘違いしてるんでしょ。俺ずっとそれ土佐犬とキスしたら優しくなんか照れて笑うんだっけ。だから全部私土佐犬とキスした大好きとか言ってるの。うんって言ってるだけだね。危ない危ない。やだ俺そうはなりたくない。土佐犬やだ。土佐犬やだ。土佐犬やだ。土佐犬っていうのやめて。やだじゃないんだよ。はい、高校高橋チームいきます。はい、ラジオネームカルテツ16歳、はい、埼玉県春日部市で聞いてくれてる人です。お高橋が1億円の豪邸を買ったと聞いて、そのお祝いも兼ねて高橋の家に行くことになった大倉。ゆうくんじゃ安くない。いや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 、1億円、まあ、とりあえず1億円、ね、うん、とりあえず1億円、とりあえず1億円。いや高い高い、まあまあまあ、はい、しかし高橋の家までの道に迷ってしまい途方に暮れていた。おやっと見つけた高橋という表札のある家、あまりの豪邸に驚きつつも大倉は恐る恐るインターホンを押した。すると出てきたのは高橋秀樹。慌てた大倉は取り繕おうとして、すいません。この近所に高橋優くんの家はありませんと聞くも、その後、秀樹は何を聞いても、越後製菓としか答えてくれない。あれダメだ。ダメだ。ダメだ。ダメでした。森永だから。ごめんごめん。そっか。ごめんごめん。そっか。ごめんごめん。全身で理解するのやめてくれよ。手広げながらさ。ラジオって難しいよね。いやいや、そういうことじゃないけど。そっかそっか。いやいや、それ全然、あ、すいません、間違えました。違う高橋さん。全然、全然大丈夫。イラッとはしたよ。森永。越後製菓やめなさい。オールナイトニッポンサタデースペシャル。大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ今週も生放送でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はい、エンディングで君も、お知らせしたいと思います。お知らせ、まず大倉から、はい、関ジャニ∞のお知らせ、大丈夫ですということで。あ、今週も元気ですという今週意味です、ね、今週も元気でした、うん、ちょっとね番組冒頭でちょっと一つ悲しいお別れがありました。お別れはありましたけども、ね、はい、でもまた新たな出会いを求めて、新たな出会いを求めて僕は日々また、はい、配信していきます。そうですか、はい、ソファーじゃない何かをまた。そうですね。あ、わかりました。すいません、ちょっと頑張っていただきたいなというふうに思います。ゆうくんお知らせしてください。高橋ゆうくんいきます。なんで俺も言います。ニューシングル桜の歌が発売中です。そして、本日聴いていただきました運命の人を含む全4曲収録ですので、ぜひともこのシングル聴いていただければと思います。あと明日っていうかもう日付的には今日4月の10日に幕張メッセにて開催のアンボルデフィスアニバーサリーフェス2016に出演させていただきます。これは僕の所属させてもらってるレーベルの、フェスなのでぜひ見てください。キャリーパンパンメとか、うん、ゲスの極み乙女とか、うん、新生かまてちゃんとかリップスライムとか、うん、たくさん出ます。はい、なるほど。幕張、幕張メッセです。今日も幕張メッセからここに来ました。リハーサルをしてきました。なるほど、はい、で、来週ファンクラブツアーあぐら、
名古屋に行きます。名古屋の皆さん、ぜひともよろしくお願いします。はい、はい、以上です。いやいやいや、あ、メールが来てます。あら、15歳、兵庫県で聞いてくれてる神々高橋。そうです、ね、なんだこれ、なんだこの場所、その前にちょっと噛んだからなんかちょっとリアルになっちゃう。そうだよ、俺は噛むんだよ別に。俺も噛む、この野郎この野郎僕もコウタ君と同じタイプで挨拶が好きです。道行く人全員に挨拶ってほどではないですけど、あまり返されないので諦めてましたが、2人のアドバイスを聞いて挨拶を再開しようと思いました。ありがとうございます。そうです、そう、コウタ君ほどではない、うん、超えてこいよ厳しい、さすが大倉先輩。僕やったらね、ん、僕やったら嘘でも超えているっていう。ああ、嘘全然、コウタ以上に俺ならやると。メールって嘘でいい、俺は諦めてねえぞとそう、この番組のメールはもう全部嘘でいいやめなさいよそれはあかんでしょあ、全部嘘でもいい、ちょっと詐称してるぐらいがちょうどいいじゃん。ちょっと詐称してるぐらいがやっぱり番組的には盛り上がりますね。そりゃそうですよ。そうですよね、どんな嘘来たって大倉君はやっぱこうさっとさばいてくるんですか。いや、それぐらいの方がちょうどいいじゃないですか。それはもう、全部はダメですよ、それはもう、ね、その信じちゃう人もね、たまにはいますよね。ハーバード行ってたとかそういうのはダメですよ。行ってない人がいたって言ったらそれは良くないですね。ダメです。そうですよ、うんうん、まあ、ダメですけど、たまには。いや、それはもう可愛い嘘やったら全然いいじゃないですか。可愛い嘘だったら可愛いってなる、可愛、うん、いってなる、可愛いってなる、可愛いってなる、シュ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 、可愛いねお前、嘘ついたんじゃない、嘘可愛いねってなる。はい、ラジオネームラコフェスだ行きますよ。ザイスです。大倉くんが私を酷使するから私の方が壊れちゃいました。もっと優しく扱ってくれたらいいのに。これから大倉くんはハローですね。なんかちょっと多い情報量がラッコフェスティバルだったのか、ザイスなのか、ユークのモノマネ聞きたいのかちょっと分かんない。いやだ、こういう風にアローンって書いてるからさ、俺もやってた方がいい。いやユークはそう読まなあかんやん、そう、ね、それ言われるとさ。ラコフェスティバルはやっぱりちょっと頭の回転がすごい早いから、俺らがついてきてくれると思ってんのよ。もう2週ぐらいしてんのよ。そうだよね、2週ぐらいして、俺らは1週ぐらいのところで話しててさ、そう、2週ぐらいしてなんか俺らの後ろにおる感じになってるあ、結果的に結果的に俺らの方が先を行ってる感じになってるよね2週してんの頭良すぎんのよ。だってよ、ラコフェスティバル、もう番組のね最初の方からずっとお世話になってるけど俺らそうなんだよ、もうちょっと俺らに合わせてくんないと、じゃあ夢で会おうね。ああ、かっこいい。